ネヘミヤ記第一章ハカリヤの子ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に、私が首都スサにいたとき、私の兄弟の一人ハナニが数人の者と共にユダから来たので、私は捕囚を免れて生き残ったユダヤ人のことおよびエルサレムのことを尋ねた。彼らは私に言った。かの州で捕囚を免れて生き残った者は、大いなる悩みと恥ずかしめのうちにあり、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼かれたままでありますと。私はこれらの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈っていった。天の神、主、己を愛し、その戒めを守る者には、契約を守り、慈しみを施される大いなる恐るべき神を、どうぞ耳を傾け、目を開いてしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべであるイスラエルの子孫のために、昼も夜も見舞いに祈り、我々イスラエルの子孫があなたに対して犯した罪を懺悔いたします。誠に私も、私の父の家も罪を犯しました。我々はあなたに対して、大いに悪いことを行い、あなたのしもべ、モーセに命じられた戒めをも、定めをも、掟をも守りませんでした。どうぞあなたのしもべ、モーセに命じられた言葉を思い起こしてください。すなわちあなたは言われました。もしあなた方が罪を犯すならば、私はあなた方を、もろもろの民の間に散らす。しかしあなた方が私に立ち返り、私の戒めを守ってこれを行うならば、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために選んだところに連れてくると、彼らはあなたが大いなる力と強い手を持ってあがなわれたあなたのしもべ、あなたの民です。主よ、どうぞしもべの祈りと、あなたの名を恐れることを喜ぶあなたのしもべらの祈りに耳を傾けてください。どうぞ今日、しもべを恵み、この人の目の前で憐れみを得させてください。この時、私は王の給仕役であった。ネヘミヤ記第二章。アルタシャスタ王の第20年、二三の月に王の前に酒が出た時、私は酒をついで王に捧げた。これまで私は王の前で悲しげな顔をしていたことはなかった。王は私に言われた。あなたは病気でもないのに、どうして悲しげな顔をしているのか。何か心に悲しみを持っているに違いない。そこで私は大いに恐れて王に申し上げた。どうぞ王よ、長生きされますように。私の先祖の墳墓の地であるあの町は荒廃し、その門が火で焼かれたままであるのに、どうして私は悲しげな顔をしないでいられましょうか。王は私に向かって、それではあなたは何を願うのかと言われたので、私は天の神に祈って王に申し上げた。もし王が良しとされ、しもべがあなたの前に恵みを得ますならば、どうか私をユダにある私の先祖の墳墓の町に使わして、それを再建させてください。時に王妃も傍らに座していたが、王は私に言われた。あなたの旅の期間はどれほどですか？いつごろ帰ってきますか？こうして王が私を使わすことを良しとされたので、私は期間を定めて王に申し上げた。私はまた王に申し上げた。もし王が良しとされるならば、川向こうの州の知事たちに与える手紙を私に賜り、私がユダに行き着くまで、彼らが私を通過させるようにしてください。また王の山林を管理するアサフに与える手紙をも賜り、神殿に属する城の門を建てるため、および私の住むべき家を建てるために用いる材木を私に与えるようにしてください。私の神がよく私を助けられたので、王は私の願いを許された。そこで私は川向こうの州の知事たちのところへ行って、王の手紙を渡した。なお王は軍の長及び騎兵を私と共に使わした。ところがホロニビとサンバラテ、
及びアンモン人、奴隷、トビアはこれを聞き、イスラエルの子孫の復讐を求める人が来たというので、大いに感情を害した。私はエルサレムについて、そこに3日滞在した後、夜中に起き出て、数人の者が私に伴ったが、私は神がエルサレムのためになそうとして、私の心に入れられたことを誰にも告げ知らせず、また私が乗った獣の他には獣を連れて行かなかった。私は夜中に出て谷の門を通り、辰の井戸及び糞の門に行って、エルサレムの崩れた城壁や火に焼かれた門を調査し、また泉の門及び王の池に行ったが、私の乗っている獣の通るべきところもなかった。私はまたその夜のうちに谷に沿って登り、城壁を調査した上、身を巡らして谷の門を通って帰った。司たちは私がどこへ行ったか、何をしたかを知らなかった。私はまたユダヤ人にも、祭司たちにも、たっとい人たちにも、司たちにも、その他工事をする人々にも、まだ知らせなかった。しかし私はついに彼らに言った。あなた方の見る通り、我々は南極にある。エルサレムは荒廃し、その門は火に焼かれた。さあ、我々は再び世の恥ずかしめを受けることのないように、エルサレムの城壁を築こう。そして私の神がよく私を助けられたことを彼らに告げ、また王が私に語られた言葉をも告げたので、彼らは、さあ、立ち上がって築こうと言い、奮い立ってこの良き技に着手しようとした。ところが、ホロニ人、サンバラテ、アンモン人、奴隷トビア及び、アラビア人、ガシムがこれを聞いて我々をあざけり、我々を侮っていった。あなた方は何をするのか、王に反逆しようとするのか。私は彼らに答えて言った。天の神が我々を恵まれるので、そのしもべである我々は奮い立って気づくのである。しかしあなた方はエルサレムに何の分もなく、権利もなく、記念もない。ネヘミヤ記第三章。かくて大祭司エリアシブは、その兄弟である祭司たちと共に立って羊の門を立て、これを性別してその扉を設け、さらにこれを性別して、ハンメアの暴漏に及ぼし、またハナネルの暴漏にまで及ぼした。彼の次には、エリコの人々が立て、その次には、イムリの子、ザックルが立てた。魚の門は、ハッセナーの子らが立て、その針を置き、その扉と横木と、缶の木とを設けた。その次に、ハッコズの子、ウリアの子、メレモテが修理し、その次に、メシザベルの子、ベレキアの子、ベシュラムが修理し、その次に、バーナの子、ザドクが修理した。その次に、テコア人らが修理したが、その貴人たちは、その主の工事に服さなかった。古い門は、パセアの子、ヨイアダ、およびベソデアの子、ベシュラムがこれを修理し、その針を置き、その扉と、横木と、缶の木とを設けた。その次に、ギベオン人、メラテア、メロノテ人、ヤドン、および川向こうの州の知事の行政下にある、ギベオンとミズパの人々が修理した。その次に、ハルハヤの子、ウジエルなどの金在区人が修理し、その次に、成功者の一人、ハナニアが修理した。こうして彼らは、エルサレムを城壁の広いところまで復旧した。その次に、ハルマフの子、エダヤが自分の家と向かい合っているところを修理し、その次には、ハシャブニアの子、ハットンが修理した。ハリムの子、マルキア、およびバハテモアブの子、ハシブも、他の部分およびロの暴漏を修理した。その次に、エルサレムの他の半区域の知事、ハロヘシの子、シャルムがその娘たちと共に修理した。谷の門は、ハヌンがザノアの民と共にこれを修理し、これを建て直して、その扉と横木と缶の木とを設け、また糞の門まで城壁1000キュビトを修理した。
フンの門はベテ・ハケレムの区域の知事レカブの子マルキアがこれを修理し、これを建て直してその扉と横木と関の木とを設けた。泉の門はミズパの区域の知事コロホゼの子シャルンがこれを修理し、これを建て直して覆いを施し、その扉と横木と関の木とを設けた。彼はまた王の園のほとりの白の池に沿った石垣を修理して、ダビデの町から下る階段にまで及んだ。その後にペテズルの半区域の知事アズブクの子ネヘミヤが修理して、ダビデの墓と向かい合ったところに及び、堀池と勇士の宅にまで及んだ。その後バニの子レホムなどのレビ人が修理し、その次にケイラの半区域の知事ハシャビアがその区域のために修理した。その後にケイラの半区域の知事ヘナダデの子バワイなどその兄弟たちが修理し、その次にエシュアの子でミズパの知事であるエゼルが城壁の曲がり角にある武器蔵に登るところに向かい合った他の部分を修理し、その後にザバイの子バルクが力を尽くして城壁の曲がり角から大祭司エリアシブの家の門までの他の部分を修理し、その後にハッコズの子ウリアの子メレモテがエリアシブの家の門からエリアシブの家の端までの他の部分を修理し、彼の後に定地の人々である祭司たちが修理し、その後にベニヤミン及びハシブが自分たちの家と向かい合っているところを修理し、その後にアナニアの子マーセアの子アザリアが自分の家の付近を修理し、その後にヘナダデの子ビンヌイがアザリアの家から城壁の曲がり角及び隅までの他の部分を修理した。ウザイの子パラルは城壁の曲がり角と向かい合っているところ及び監視の庭に近い王の神の家から突き出ている望楼と向かい合っているところを修理した。その後にパロシの子ペダヤ及びオペルに住んでいる宮に仕えるしもべたちが東の方の水の門と向かい合っているところ及び突き出ている望楼と向かい合っているところまで修理した。その後にテコア人が突き出ている大望楼と向かい合っている他の部分を修理し、オペルの城壁にまで及んだ。馬の門から上の方は祭司たちが各々自分の家と向かい合っているところを修理した。その後にインメルの子ザドクが自分の家と向かい合っているところを修理し、その後にシカニアの子シマヤという東の門を守る者が修理し、その後にシレミアの子ハナニア及びザラフの第六の子ハヌンが他の部分を修理し、その後にペレキアの子メシュラムが自分の部屋と向かい合っているところを修理した。その後に金細工人の一人マルキアという者が召集の門と向かい合っているところを修理して、隅の二階の部屋にいたり、宮に仕えるしもべたち及び商人の家にまで及んだ。また隅の二階の部屋と羊の門の間は金細工人と商人たちがこれを修理した。ネヘミヤ記第四章。サンバラテは我々が城壁を築くのを聞いて怒り、大いに憤ってユダヤ人をあざけった。彼はその兄弟たち及びサマリアの兵隊の前で語って言った。この弱々しいユダヤ人は何をしているのか。自分で再興しようとするのか。犠牲を捧げようとするのか。一日でことを終えようとするのか。塵塚の中の石はすでに焼けているのに、これを取り出して生かそうとするのか。またアンモン人トビアは彼の傍らにいて言った。そうだ、彼らの築いている城壁は、狐一匹が登っても崩れるであろうと。我々の神を聞いてください。我々は侮られています。彼らの恥ずかしめを彼らの頭に返し、彼らを捕囚の地で分取り者にしてください。彼らの咎を覆わず、彼らの罪を見舞いから消し去らないでください。彼らは築き立てる者の前であなたを怒らせたからです。こうして我々は城壁を築いたが、石垣は皆相連なって、その高さの半ばにまで達した。民が心を込めて働いたからである。ところがサンバラテ、トビア、アラビア人、アンモン人、アシドド人らは、
エルサレムの城壁の修理が進展し、その破れ目も塞がり始めたと聞いて大いに怒り、皆共に相はかり、エルサレムを攻めてその中に混乱を起こそうとした。そこで我々は神に祈り、また日夜見張りを置いて彼らに備えた。その時ユダ人は言った。匂う者の力は衰え、その上排斥がおびただしいので、我々は城壁を築くことができない。また我々の敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに、彼らの中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。また彼らの近くに住んでいるユダヤ人たちは来て、十度も我々に言った。彼らはその住んでいるすべてのところから我々に攻め上るでしょうと。そこで私は民に、剣、槍、および弓を持たせ、城壁の後ろの低いところ、すなわち空地にその家族に従って立たせた。私は見めぐり、立って立っとい人々、司たち、およびその他の民らに言った。あなた方は彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、あなた方の兄弟、息子、娘、妻、および家のために戦いなさい。我々の敵は自分たちのことが我々に悟られたことを聞き、また神が彼らの計り事を破られたことを聞いたので、我々は皆城壁に帰り、おのおのその工事を続けた。その日から後は、私のしもべの半数は工事に働き、半数は槍、盾、弓、鎧を持って武装した。そして司たちは城壁を築いているユダの戦火の後ろに立った。荷を追い運ぶ者はおのおの片手で工事をなし、片手に武器を取った。気づき立てる者は、おのおのその腰に剣を帯びて気づき立て、ラッパを吹く者は私の傍らにいた。私はたっとい人々、司たち、およびその他の民に言った。工事は大きく、かつ広がっているので、我々は城壁の上で、互いに遠く離れている。どこででもラッパの音を聞いたなら、そこにいる我々のところに集まってほしい。我々の神は我々のために戦われます。このようにして我々は工事を進めたが、半数の者は夜明けから星の出る時まで槍を取っていた。その時私はまた民に告げて、おのおのそのしもべと共にエルサレムの内に宿り、夜は我々の護衛者となり、昼は工事をするようにと言った。そして私も私の兄弟たちも、私のしもべたちも、私を護衛する人々も、我々のうちの一人も、その衣を脱がず、おのおの手に武器を取っていた。ネヘミヤ記第五章。さて、ここに民がその妻と共に、その兄弟であるユダヤ人に向かって大いに叫び、訴えることがあった。すなわち、ある人々は言った。我々は息子、娘と共に大勢です。我々は穀物を得て、食べて生きていかなければなりません。また、ある人々は言った。我々は飢えのために穀物を得ようと、田畑も葡萄畑も、家も抵当に入れています。ある人々は言った。我々は王の税金のために、我々の田畑及び葡萄畑を持って金を借りました。現に我々の肉は我々の兄弟の肉に等しく、我々の子供も彼らの子供に等しいのに、見よ、我々の息子、娘を人の奴隷とするように強いられています。我々の娘のうちには、すでに人の奴隷になったものもありますが、我々の田畑も、葡萄畑も、他人のものになっているので、我々にはどうする力もありません。私は彼らの叫びと、これらの言葉を聞いて、大いに怒った。私は自ら考えた末、たっとい人々、および司たちを責めて言った。あなた方は、めいめいその兄弟から、利息を取っている。そして私は彼らのことについて、大会を開き、彼らに言った。我々は異邦人に売られた我々の兄弟ユダヤ人を我々の力に従ってあがなった。しかるにあなた方は自分の兄弟を売ろうとするのか。彼らは我々に売られるのか。彼らは黙して一言も言わなかった。私はまた言った。あなた方のすることはよくない。あなた方は我々の敵である異邦人のそしりをやめさせるのに、
我々の神を恐れつつことをなすべきではないか。私も私の兄弟たちも私のしもべたちも同じく金と穀物とを貸しているが、我々はこの利息をやめよう。どうぞあなた方は今日にも彼らの田畑、ぶどう畑、オリーブ畑、および家畜を彼らに返し、またあなた方が彼らから取っていた金銭、穀物、ぶどう酒、油などの百分の一を返しなさい。すると彼らは、我々はそれを返します。彼らから何をも要求しません。あなたの言うようにします、と言った。そこで私は祭司たちを呼び、彼らにこの言葉の通りに行うという誓いを立てさせた。私はまた私の懐を打ち払っていった。この約束を実行しない者を、どうぞ神がこのように打ち払って、その家及びその仕事を離れさせられるように。その人はこのように打ち払われて虚しくなるように。回収は皆、アーメンと言って主を賛美した。そして民はこの約束の通りに行った。また私はユダの地の総督に任せられた時から、すなわちアルタシャスタ王の第20年から第32年まで12年の間、私も私の兄弟たちも総督としての手当を受けなかった。私より以前の総督らは、民に重荷を負わせ、彼らから銀40シケルのほかにパンとブドウ酒を取り、また彼らのしもべたちも民を圧迫した。しかし私は神を恐れるので、そのようなことはしなかった。私は帰ってこの城壁の工事に身を委ね、どんな土地をも買ったことはない。私のしもべたちは皆そこに集まって工事をした。また私の食卓にはユダヤ人と司たち150人もあり、その他に我々の周囲の異邦人のうちから来た人々もあった。これがために一日に牛一頭、肥えた羊六頭を備え、また鶏王も私のために備え、十日ごとにたくさんの葡萄酒を備えたが、私はこの民の労役が重かったので、総督としての手当を求めなかった。我が神よ、私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて、私をお恵みください。ネヘミヤ記第六章。サンバラテ、トビア、アラビア人ガシム、およびその他の我々の敵は、私が城壁を築き終わって、一つの破れも残らないと聞いた。しかし、その時にはまだ、門の扉をつけていなかったのである。そこでサンバラテとガシムは、私に使者を使わして言った。さあ、我々は、斧の平野にある一つの村で会見しようと。彼らは私に危害を加えようと考えていたのである。それで私は彼らに使者を使わして言わせた。私は大いなる工事をしているから、下って行くことはできない。どうしてこの工事を差し置いて、あなた方のところへ下って行き、その間工事をやめることができようか。彼らは四度までこのように私に人を使わしたが、私は同じように彼らに答えた。ところがサンバラテは、五度目にそのしもべを前のように私に使わした。その手には開封の手紙を携えていた。その中に次のように記してあった。諸国民の間に言い伝えられ、またガシムも言っているが、あなたはユダヤ人と共に反乱を企て、これがために城壁を築いている。またその言うところによれば、あなたは彼らの王になろうとしている。またあなたは預言者を立てて、あなたのことをエルサレムに述べ伝えさせ、ユダに王があると言わせているが、そのことはこの言葉の通り、王に聞こえるでしょう。それゆえ、今おいでなさい。我々は共に相談しましょう。そこで私は彼に人を使わして言わせた。あなたの言うようなことはしていません。あなたはそれを自分の心から作り出したのですと。彼らは皆、彼らの手が弱って工事をやめるようになれば、工事は成就しないだろうと考えて、我々を脅そうとしたのである。しかし神よ、どうぞ今私の手を強めてください。さて私は、メヘタベルの子、デラヤの子、シマヤの家に行ったところ、彼は閉じこもっていて言った。我々は神の宮、すなわち神殿の中で会合し、神殿の戸を閉じておきましょう。彼らはあなたを殺そうとしてくるからです。
きっと夜のうちにあなたを殺そうとしてくるでしょう。私は言った。私のようなもので、誰が神殿に入って命を全うすることができよう。私は入らない。私は悟った。神が彼を使わされたのではない。彼が私に向かってこの予言を伝えたのは、トビアとサンバラテが彼を買収したためである。彼が買収されたのは、このことのためである。すなわち、私を恐れさせ、私にこのようにさせて、罪を犯させ、私に悪名を着せて侮辱するためであった。我が神を、トビア、サンバラテ、および女預言者、ノアデア、並びにその他の預言者など、すべて私を恐れさせようとする者たちを覚えて、彼らが行ったこれらの技に報いてください。こうして城壁は52日を経て、エルドの月の25日に完成した。我々の敵が皆これを聞いたとき、我々の周囲の異邦人は皆恐れ、大いに面目を失った。彼らはこの工事が我々の神の助けによって成就したことを悟ったからである。またその頃、ユダのたっとい人々は多くの手紙をトビアに送った。トビアの手紙もまた彼らに来た。トビアはアラの子、シカニアの婿であったので、ユダのうちの多くの者が彼と誓いを立てていたからである。トビアの子、ヨハナンも、ベレキアの子、メシュラムの娘を妻にめとった。彼らはまたトビアの善行を私の前に語り、また私の言葉を彼に伝えた。トビアはたびたび手紙を送って私を恐れさせようとした。ネヘミヤ記第七章。城壁が築かれて、扉を設け、さらに門へ、歌う者、及びレビ人を任命したので、私は私の兄弟ハナニと、城の司、ハナニアに命じて、エルサレムを治めさせた。彼は多くの者に勝って、忠心な、神を恐れる者であったからである。私は彼らに言った。日の熱くなるまでは、エルサレムの諸々の門を開いてはならない。人々が立って守っている間に門を閉じさせ、閂の木を刺せ、またエルサレムの住民の中から番兵を立てて、おのおのにそのところを守らせ、またおのおのの家と向かい合うところを守らせよ。町は広くて大きかったが、そのうちの民は少なく、家々はまだ建てられていなかった。時に神は私の心に、たっとい人々、司および民を集めて、家計によってその名簿を調べようとの思いを起こされた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中にこのように記してあるのを見出した。バビロンの王、ネブカデネザルが捕らえ移した捕囚のうち、許されてエルサレム及びユダに登り、おのおの自分の町に帰ったこの州の人々は次の通りである。彼らはゼルバベル、エシュア、ネヘミア、アザリア、ラーミア、ナハマニ、モルデカイ、ビルシャン、ミスペレテ、ビグワイ、ネホム、バーナと一緒に帰ってきた者たちである。そのイスラエルの民の人数は次の通りである。パロシュの子孫は2172人、シパテアの子孫は372人、アラの子孫は652人、パハテモアブの子孫、すなわちエシュアとヨアブの子孫は2818人、エラムの子孫は1254人、ザットの子孫は845人、ザッカイの子孫は760人、ビンヌイの子孫は648人、ベバイの子孫は628人、アズガレの子孫は2322人、アドニカムの子孫は667人、ビグワイの子孫は2067人、アデンの子孫は655人、ヒゼキヤの家のアテルの子孫は98人、ハシュムの子孫は328人、ベザイの子孫は324人、ハリフの子孫は112人、ギベオンの子孫は95人、ベツレヘム及びネトパの人々は188人、アナトテの人々は128人、ベテ・アズマウテの人々は42人、キリアテ・ヤリム、ケピラ及びベイロテの人々は
743人、ラマ及びゲバの人々は621人、ミクマシの人々は122人、ベテル及びアイの人々は123人、他のネボの人々は52人、他のエラムの子孫は1254人、ハリムの子孫は320人、エリコの人々は345人、ロド、ハデデ、及びオノの人々は721人、セナーの子孫は3930人、祭司ではエシュアの家のエダヤの子孫が973人、インメルの子孫が1052人、パシュルの子孫が1247人、ハリムの子孫が1017人、レビ人ではエシュアの子孫、すなわちホデワの子孫のうちのカデミエルの子孫が74人、歌うたう者ではアサフの子孫が148人、門営ではシャルムの子孫、アテルの子孫、タルモンの子孫、アックブの子孫、ハタテの子孫、およびショバイの子孫、合わせて138人。宮に仕えるしもべでは、ジハの子孫、ハスパの子孫、タバオテの子孫、ケロスの子孫、シアの子孫、パドンの子孫、レバナの子孫、ハガバの子孫、サルマイの子孫、ハナンの子孫、ギデルの子孫、ガハルの子孫、レアヤの子孫、レシンの子孫、ネコダの子孫、ガザムの子孫、ウザの子孫、パセアの子孫、ベサイの子孫、メウニムの子孫、ネフセシムの子孫、バクブクの子孫、ハクパの子孫、ハルホルの子孫、ハズリテの子孫、メヒダの子孫、ハルシャの子孫、バスコスの子孫、シセラの子孫、テマの子孫、ネジアの子孫、およびハテパの子孫、ソロモンのしもべであった者たちの子孫では、ソタイの子孫、ソペレテの子孫、ペリダの子孫、ヤーラの子孫、ダルコンの子孫、ギデルの子孫、シパテアの子孫、ハッテルの子孫、ポケレテ・ハッゼバイムの子孫、アモンの子孫、宮に仕えるしもべたちとソロモンのしもべであった者たちの子孫とは、合わせて392人。テルメラ、テルハレサ、ケルブ、アドン、およびインメルから登ってきた者たちがあったが、その種族と血統とを示して、イスラエルの者であることを明らかにすることができなかった。その人々は次の通りである。すなわち、デラヤの子孫、トビアの子孫、ネコダの子孫であって、合わせて642人。また、祭司のうちに、ホバヤの子孫、ハッコズの子孫、バルジライの子孫がある。バルジライはギレアレビとバルジライの娘のうちから妻をめとったので、その名で呼ばれた。これらの者はこの系図に乗った者のうちに、自分の席を訪ねたが、なかったので、汚れた者として祭司の職から除かれた。総督は彼らに告げて、ウリムとトンミも帯びる祭司の怒るまでは、意と聖なるものを食べてはならぬと言った。回収は合わせて 42,360 人であった。この他に男女の奴隷が 7,337 人、歌う歌う者が男女合わせて245人あった。その馬は736頭、そのラバは245頭、そのラクダは435頭、そのロバは 6,720 頭であった。士族の長のうち、工事のために捧げ物をした人々があった。総督は金一千ダリク、八五十、祭司の衣服五百三十重ねを蔵に収めた。また士族の長のうちのある人々は、金二万ダリク、銀二千二百ミナを工事のために蔵に収めた。その他の民の収めたものは、金二万ダリク、銀二千ミナ、祭司の衣服六十七重ねであった。こうして祭司、レビ人、門営、歌うた者、民のうちのある人々、宮に仕えるしもべたち、およびイスラエル人は皆その町々に住んだ。イスラエルの人々はその町々に住んで七月になった。ネヘミヤ記第八章。その時民は皆一人のようになって、
水の門の前の広場に集まり、主がイスラエルに与えられたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに求めた。祭司エズラは7月の1日に律法を携えてきて、男女の改宗及びすべて聞いて悟ることのできる人々の前に現れ、水の門の前にある広場で、あけぼのから正午まで、男女及び悟ることのできる人々の前でこれを読んだ。民は皆律法の書に耳を傾けた。学者エズラはこのことのために、かねて設けた木の台の上に立ったが、彼の傍らには右の方にマッタテヤ、シマ、アナヤ、ウリヤ、ヒルキヤ及びマーセヤが立ち、左の方にはペダヤ、ミサエル、マルキヤ、ハシュム、ハシバタナ、ゼカリア及びメシュラムが立った。エズラはすべての民の前にその書を開いた。彼はすべての民よりも高いところにいたからである。彼が書を開くと、すべての民は起立した。エズラは大いなる神、主を褒め、民は皆その手を挙げて、アーメン、アーメンと言って答え、頭を垂れ、地にひれ伏して主を拝した。エシュア、バニ、セレビア、ヤミン、アックブ、シャベタイ、ホデア、マーセア、ケリタ、アザリア、ヨザバデ、ハナン、ペラヤ、およびレビ人たちは民に律法を悟らせた。民はそのところに立っていた。彼らはその書、すなわち神の律法を明瞭に読み、その意味を解き明かしてその読むところを悟らせた。総督であるネヘミヤと、祭司であり学者であるエズラと、民を教えるレビ人たちはすべての民に向かって、この日はあなた方の神、主の聖なる日です。嘆いたり、泣いたりしてはならないと言った。すべての民が律法の言葉を聞いて泣いたからである。そして彼らに言った。あなた方は去って、肥えたものを食べ、甘いものを飲みなさい。その備えのないものには分けてやりなさい。この日は我々の主の聖なる日です。憂えてはならない。主を喜ぶことはあなた方の力です。レビ人もまたすべての民を鎮めて、泣くことをやめなさい。この日は聖なる日です。憂えてはならない、と言った。すべての民は去って、悔い飲みし、また分け与えて大いに喜んだ。これは彼らが読み聞かされた言葉を悟ったからである。次の日、すべての民の士族の長たち、祭司レビ人らは、律法の言葉を学ぶために、学者エズラのもとに集まってきて、律法のうちに主がモーセに命じられたこと、すなわちイスラエルの人々は、7月の祭りの間、仮王の中に住むべきことが記されているのを見出した。また、すべての町々、およびエルサレムに述べ伝えて、あなた方は山に出て行って、オリブと野生のオリブ、ビルトス、ナツメヤシ、および茂った木の枝を取ってきて、記されてある通り、仮用を作れと言ってあるのを見出した。それで民は出て行って、それを持って帰り、おのおのその家の屋根の上、その庭、神の宮の庭、水の門の広場、エフライムの門の広場などに仮用を作った。補修から帰ってきた改宗は皆仮用を作って、仮用に住んだ。ヌンの子、ヨシュアの日からこの日まで、イスラエルの人々はこのように行ったことがなかった。それでその喜びは非常に大きかった。エズラは初めの日から終わりの日まで、毎日神の律法の書を読んだ。人々は7日の間祭りを行い、8日目になって掟に従って聖会を開いた。ネヘミヤ記第9章。その月の24日に、イスラエルの人々は集まって断食し、荒布をまとい、土をかぶった。そしてイスラエルの子孫は、すべての異邦人を離れ、立って自分の罪と先祖の不義とを懺悔した。彼らはそのところに立って、その日の四分の一をもって、その神、主の律法の書を読み、他の四分の一をもって懺悔をなし、その神、主を拝した。その時、エシュア、バニ、カデミエル、シバニア、ブンニ、セレビア、バニ、ケナリラは、レビ人の台の上に立ち、大声を上げて、その神、主に呼ばわった。それからまた、エシュア、カデミエル、バニ、ハシャブニア、
セレビア、ホデア、セバニア、ペタヒアなどのレビ人は言った。立ち上がって永遠から永遠にいますあなた方の神、主を褒めなさい。あなたの尊い皆は本べきかな。これはすべての祝福と賛美を超えるものです。またエズラは言った。あなたはただあなたのみ主でいらせられます。あなたは天と書店の天と、その万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、これをことごとく保たれます。天の万軍はあなたを拝します。あなたは主、神でいらせられます。あなたは昔、アブラハムを選んで、カルデアのウルから導き出し、彼にアブラハムという名を与え、彼の心があなたの前に忠心なのを見られて、彼と契約を結び、その子孫に、カナン人、ヘテ人、アモリ人、ペリジ人、エブス人、およびギルガシ人の地を与えると言われたが、ついにあなたはその約束を成就されました。あなたは正しくいらせられるからです。あなたは我々の先祖がエジプトで苦難を受けるのを顧みられ、また紅海のほとりで呼ばわり叫ぶのを聞き入れられ、印と不思議とを表して、パロとそのすべての家来とその国のすべての民を責められました。彼らが我々の先祖に対して傲慢に振る舞ったことを知られたからです。そしてあなたが名を挙げられたこと、今日のようです。あなたはまた彼らの前で海を分け、彼らに乾いた地を踏んで海の中を通らせ、彼らを追う者を石を大水に投げ入れるように淵に投げ入れ、昼は雲の柱を持って彼らを導き、夜は火の柱を持ってその行くべき道を照らされました。あなたはまたシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい掟と誠の律法及び良き定めと戒めとを授け、あなたの聖なる安息日を彼らに示し、あなたのしもべモーセによって戒めと定めと律法とを彼らに命じ、天から食物を与えてその上をとどめ、岩から水を出してその渇きを潤し、また彼らに与えると誓われたその国に入って、これを得るように彼らに命じられました。しかし彼ら、すなわち我々の先祖は傲慢に振る舞い、かたくなであなたの戒めに従わず、従うことを拒み、あなたが彼らの中で行われた奇跡を心に留めず、かえってかたくなになり、自ら一人の頭を立てて、エジプトの奴隷の生活に帰ろうとしました。しかしあなたは罪を許す神、恵みあり、憐れみあり、怒ることを遅く、慈しみ豊かに増しまして、彼らを捨てられませんでした。また彼らが自ら一つの鋳物の格子を作って、これはあなた方をエジプトから導き上ったあなた方の神であると言って、大いに怪我仕事を行った時にも、あなたは大いなる憐れみを持って彼らを荒野に見捨てられず、昼は雲の柱を彼らの上から離さないで、みちみち彼らを導き、夜は火の柱を持って彼らの行くべき道を照らされました。またあなたは良き御霊を賜って彼らを教え、あなたのマナを常に彼らの口に与え、また水を彼らに与えて渇きをとどめ、40年の間彼らを荒野で養われたので、彼らは何の欠けるところもなく、その衣服も古びず、その足も腫れませんでした。そしてあなたは彼らに諸国、庶民を与えて、これをすべて分かち取らせられました。彼らはヘシュボンの王、シホンの領地、およびバシャンの王、オクの領地を得ました。また彼らの子孫を増して空の星のようにし、彼らの先祖たちに、入って得よと言われた地に彼らを導き入れられたので、その子孫は入ってこの地を得ました。あなたはまたこの地に住むカナン人を彼らの前に征服し、その王たちおよびその地の民を彼らの手に渡して意のままに扱わせられました。それで彼らは堅固な町々および肥えた地を取り、もろもろの良いものの満ちた家、堀池、ぶどう畑、オリブ畑、および多くの果樹を得、食べて飽き、肥え太り、あなたの大いなる恵みによって楽しみました。それにもかかわらず、彼らは不従順であなたに背き、あなたの律法を後ろに投げ捨て、彼らを戒めて、
あなたに立ち返らせようとした預言者たちを殺し、大いに怪我仕事を行いました。そこであなたは彼らを敵の手に渡して苦しめられましたが、彼らがその苦難の時にあなたに呼ばわったので、あなたは天からこれを聞かれ、大いなる憐れみをもって彼らに救うものを与え、敵の手から救わせられました。ところが彼らは安息を得るや否や、またあなたの前に悪事を行ったので、あなたは彼らを敵の手に捨ておいて、これに納めさせられましたが、彼らがまた立ち返ってあなたに呼ばわったので、あなたは天からこれを聞き、憐れみをもってしばしば彼らを救い出し、彼らを戒めてあなたの律法に引き戻そうとされました。けれども彼らは傲慢に振る舞い、あなたの戒めに従わず、人がこれを行うならば、これによって生きるというあなたの掟を破って罪を犯し、肩をそびやかし、かたくなになって聞き従おうとしませんでした。それでもあなたは年久しく彼らを忍び、あなたの預言者たちによってあなたの御霊をもって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けなかったので、彼らを国々の民の手に渡されました。しかしあなたは大いなる憐れみによって彼らを絶やさず、また彼らを捨てられませんでした。あなたは恵みあり、憐れみある神でいらせられるからです。それゆえ我々の神、契約を保ち、慈しみを施される大いにして力強く恐るべき神を、アッスリアの王たちの時から今日まで、我々と我々の王たち、司たち、祭司たち、預言者たち、先祖たち、およびあなたのすべてのために臨んだ諸々の苦難を小さいことと見ないでください。我々に臨んだすべてのことについてあなたは正しいのです。あなたは誠実をもって行われたのに、我々は悪を行ったのです。我々の王たち、司たち、祭司たち、先祖たちはあなたの律法を行わず、あなたがお与えになった命令と戒めとに聞き従いませんでした。すなわち彼らは己の国におり、あなたがくださった大きな恵みのうちにおり、またあなたがお与えになった広い肥えた地におりながら、あなたに仕えず、また自分の悪い技をやめることをしませんでした。我々は今日奴隷です。あなたが我々の先祖に与えて、その実とその良きものとを食べさせようとされた地で、我々は奴隷となっているのです。そしてこの地は我々の罪のゆえに、あなたが我々の上に建てられた王たちのために多くの産物を出しています。かつ彼らは我々の身をも我々の家畜をも意のままに左右することができるので、我々は大いなる苦難のうちにあるのです。この諸々のことのために我々は固い契約を結んでこれを記録し、我々の司たち、レビ人たち、祭司たちはこれに印を押した。ネヘミヤ記第十章。印を押した者はハカリヤの子である総督ネヘミヤ、およびゼデキヤ、セラヤ、アザリヤ、エレミヤ、パシュル、アマリヤ、マルキヤ、ハットシ、シバニヤ、マルク、ハリム、エレモテ、オバデア、ダニエル、ギンネトン、バルク、メシュラム、アビア、ミヤミン、マージア、ビルガイ、シマヤで、これらは祭司である。レビ人では、アザニアの子、エシュア、ヘナダデの子らのうちのビンヌイ、カデミエル、およびその兄弟、シバニア、ホデア、ケリタ、ペラヤ、ハナン、ミカ、レホブ、ハシャビア、ザックル、セレビア、シバニア、ホデア、バニ、ベニヌである。民の頭では、パロシ、パハテモアブ、エラム、ザット、バニ、ブンニ、アズガデ、ベバイ、アドニア、ビグワイ、アデン、アテル、ヒゼキア、アズル、ホデア、ハシュム、ベザイ、ハリフ、アナトテ、ノバイ、マグピアシ、メシュラム、ヘジル、メシザベル、ザドク、ヤドア、ペラテア、ハナン、アナニア、ホセア、ハナニア、ハシュブ、ハロヘシ、ピルハ、ショベク、レホム、ハシャブナ、マーセア、
アヒア、ハナン、アナン、マルク、ハリム、バーナである。その他の民、祭司、レビ人、門を守る者、歌を歌う者、宮に仕えるしもべ、並びにすべての国々の民と離れて、神の律法に従った者及びその妻、息子、娘など、すべて知識と悟りのある者は、その兄弟であるたっとい人々に付き従い、神のしもべ、モーセによって授けられた神の律法に歩み、我々の主、主のすべての戒めと、掟と、定めとを守りを行うために、呪いと誓いとに加わった。我々はこの地の民らに我々の娘を与えず、我々の息子に彼らの娘をめとらない。またこの地の民らが、たとえ品物または穀物を安息日に携えてきて売ろうとしても、我々は安息日または聖日にはそれを買わない。また七年ごとに耕作をやめ、すべての負債を許す。我々はまた自ら規定を設けて、我々の神の宮の用のために、年々シケルの三分の一を出し、備えのパン、上祖祭、上半祭のため、安息日、新月及び定めの祭りの備え物のため、聖なる者のため、イスラエルの贖いをなす財祭、及び我々の神の宮の諸々の技のために用いることにした。また我々祭司、レビ人及び民はくじを引いて、律法に記されてあるように、我々の神、主の祭壇の上に、たくべき焚き木の供え物を年々定められた時に、士族に従って我々の神の宮に納めるものを定めた。また我々の土地の初なり、及び各種の木の実の初なりを年々主の宮に携えてくることを誓い、また律法に記してあるように、我々の子供及び家畜の遺言、及び我々の牛や羊の遺言を我々の神の宮に携えてきて、我々の神の宮に仕える祭司に渡し、我々の麦粉の初物、我々の供え物、各種の木の実、葡萄酒及び油を祭司のもとに携えていって、我々の神の宮の部屋に納め、また我々の土地の産物の十分の一をレビ人に与えることにした。レビ人は我々のすべての農作をなす町において、その十分の一を受くべきものだからである。レビ人が十分の一を受けるときには、アロンの子孫である祭司が、そのレビ人と共にいなければならない。そしてまた、レビ人はその十分の一の十分の一を、我々の神の宮に携え上って、部屋または蔵に納めなければならない。すなわち、イスラエルの人々、およびレビの子孫は、穀物、葡萄酒、および油の供え物を携えていって、聖女の器物および、務めをする祭司、門営、歌うたう者たちのいる部屋にこれを納めなければならない。こうして我々は我々の神の宮をなおざりにしない。ネヘミヤ記第11章。民の司たちはエルサレムに住み、その他の民はくじを引いて10人のうちから1人ずつを聖都エルサレムに来て住ませ、9人を他の町々に住ませた。またすべて自ら進み出て、エルサレムに住むことを申し出た人々は、民はこれを祝福した。さて、エルサレムに住んだこの州の長たちは次の通りである。ただし、ユダの町々では、おのおのその町々にある自分の所有地に住んだ。すなわち、イスラエル人、祭司、レビ人、宮に仕えるしもべ、およびソロモンのしもべであった者たちの子孫である。そしてエルサレムにはユダの子孫及びベニヤミンの子孫のうちのある者たちが住んだ。すなわちユダの子孫ではウジヤの子アタヤで、ウジヤはゼカリアの子、ゼカリアはアマリアの子、アマリアはシパテアの子、シパテアはマハラレルの子、マハラレルはペレズの子孫である。またバルクの子マーセアで、バルクはコロホゼの子、コロホゼはハザヤの子、ハザヤはアダヤの子、アダヤはヨアリブの子、ヨアリブはゼカリアの子、ゼカリアはシロニビトの子である。ペレズの子孫でエルサレムに住んだ者は合わせて468人で、皆勇敢な人々である。ベニヤミンの子孫では次の通りである。
すなわちメシュラムの子サルで、メシュラムはヨエデの子、ヨエデはペダヤの子、ペダヤはコラヤの子、コラヤはマーセヤの子、マーセヤはイテールの子、イテールはエサヤの子である。その次はガバイおよびサライなどで合わせて928人。ジクリの子ヨエルが彼らの監督である。ハッセヌアの子ユダがその副官として町を治めた。祭司ではヨアリブの子エダヤ、ヤキンおよび神の宮の司セラヤで、セラヤはヒルキアの子、ヒルキアはメシュラムの子、メシュラムはザドクの子、ザドクはメラヨテの子、メラヨテはアヒトブの子である。宮の務めをするその兄弟は822人あり、またエロハムの子アダヤがある。エロハムはペラリアの子、ペラリアはアムジの子、アムジはゼカリアの子、ゼカリアはパシホルの子、パシホルはマルキアの子である。アダヤの兄弟で種族の長たる者は242人あり、またアザリエルの子アマシサイがある。アザリエルはアハザイの子、アハザイはメシレモテの子、メシレモテはインメルの子である。その兄弟である勇士は128人あり、その監督はハッゲドリムの子ザブデエルである。レビ人ではハシュブの子シマヤで、ハシュブはアズリカムの子、アズリカムはハシャビアの子、ハシャビアはブンニの子である。またシャベタイおよびヨザバレがある。これらはレビ人の頭であって、神の宮の外の技を司った。またミカの子マッタニアがある。ミカはザブデの子、ザブデはアサフの子である。マッタニアは祈りの時に感謝の言葉を唱え始めるものである。その兄弟のうちのバクブキアは彼に次ぐものであった。またシャンマの子アブダがある。シャンマはガラルの子、ガラルはエドトンの子である。生徒によるレビ人は合わせて284人であった。門営では門を守るアックブ、タルモおよびその兄弟たち合わせて172人である。その他のイスラエル人、祭司、レビ人たちは、皆ユダのすべての町々にあって、おのおの自分の修行にとどまった。ただし、宮に仕えるしもべたちはオペルに住み、ジハおよびギシパが宮に仕えるしもべたちを監督していた。エルサレムにおるレビ人の監督はウジである。ウジはバニの子、バニはハシャビアの子、ハシャビアはマッタニアの子、マッタニアはミカの子である。ミカは歌う歌う者なるアサフの子孫である。ウジは神の宮の技を監督した。彼らについては王からの命令があって、歌う歌う者に日々の定まった分を与えさせた。またユダの子ゼラの子孫であるメシザベルの子ペタヒアは王の手に属して民に関するすべてのことを取り扱った。また村々とその田畑については、ユダの子孫の者は、キリアテアルバとその村々、デボンとその村々、エカブジエルとその村々に住み、エシュア、モラダ、およびベテフェレテに住み、ハザルシュアル、およびベールシバとその村々に住み、シクラゴおよびメコナとその村々に住み、エンリンモン、ザレア、ヤルムテに住み、ザノア、アドラムおよびそれらの村々、ラキシとそのデンヤ、アゼカとその村々に住んだ。こうして彼らはベールシバからヒンノムの谷にまで宿営した。ベニヤミンの子孫はまたゲバからミクマシ、アヤおよびベテルとその村々に住み、アナトテ、ノブ、アナニア、ハゾル、ラマ、ギッタイム、ハレデ、ゼボイム、ネバラテ、ロド、オノ、公認の谷に住んだ。レビ人の組のユダにある者のうち、ベニヤミンに貸した者もあった。ネヘミヤ記第十二章。シャルテルの子ゼルバベル、およびエシュアと一緒に登ってきた祭司とレビ人は次の通りである。すなわち、セラヤ、エレミア、エズラ、アマリア、マルク、ハットシ、シカニア、レホム、メレモテ、イド、
ギンネトイ、アビア、ミヤミン、マーデア、ビルガ、シマヤ、ヨヤリブ、エダヤ、サライ、アモク、ヒルキア、エダヤで、これらの者はエシュアの時代に祭司及びその兄弟らの頭であった。レビ人ではエシュア、ビンヌイ、カデミエル、セレビア、ユダ、マッタニアで、マッタニアはその兄弟らと共に感謝のことを司った。また彼らの兄弟であるバクビキア及びウンノは彼らの迎えに立って務めをした。エシュアの子はヨアキム、ヨアキムの子はエリアシブ、エリアシブの子はヨイアダ、ヨイアダの子はヨナタン、ヨナタンの子はヤドアである。ヨアキムの時代に祭司で士族の長であった者は、セレヤの士族ではメラヤ、エレミアの士族ではハナニア、エズラの士族ではメシュラム、アマリアの士族ではヨハナン、マルキの士族ではヨナタン、シバニアの士族ではヨセフ、ハリムの士族ではアデナ、メラヨテの士族ではヘルカイ、イドの士族ではセカリア、ギンネトンの士族ではメシュラム、アビアの士族ではジクリ、ミニアミンの士族、モアデアの士族ではピルタイ、ビルガの士族ではシャンマ、シマヤの士族ではヨナタン、ヨアリブの士族ではマッテナイ、エダヤの士族ではウシ、サライの士族ではカライ、アモクの士族ではエベル、ヒルキアの士族ではハシャビア、エダヤの士族ではネタンエルである。レビ人についてはエリアシブ、ヨイアダ、ヨハナン、およびヤドアの時代にその士族の長たちが登録された。また祭司たちもペルシャ王ダリオスの治世まで登録された。レビの子孫で士族の長たる者は、エリアシブの子ヨハナンの世まで歴代史の書に記されている。レビ人の頭はハシャビア、セレビア、およびカデミエルの子エシュアであって、その兄弟たち相向かい合い、組と組と対応して、神の人ダビデの命令に従い、賛美と感謝を捧げた。マツタニア、バクブキア、オバデア、メシュラム、タルモンおよびアックブは門を守る者で、門のうちの蔵を監督した。これらはヨザダクの子、エシュアの子、ヨアキムの時代、また総督ネヘミアおよび学者である祭司エズラの時代にいた人々である。さて、エルサレムの城壁の落成式にあたって、レビ人をそのすべてのところから招いてエルサレムに来させ、感謝と歌とシンバルと盾事とことと思って喜んで落成式を行おうとした。そこで歌を歌う人々はエルサレムの周囲の地方、ネトパ人の村々から集まってきた。また、ベテキルガル及びゲバとアズマウテの地方からも集まってきた。この歌を歌う者たちはエルサレムの周囲に自分の村々を建てていたからである。そして祭司とレビ人たちは身を清め、また民及び諸々の門と城壁とを清めた。そこで私はユダの司たちを城壁の上に登らせ、また感謝する者の二つの大きな組を作って行進させた。その一つは城壁の上を右に糞の門を指して進んだ。その後に従って進んだ者は、ホシャヤ、及びユダの司たちの仲間、並びにアザリア、エズラ、メシュラム、ユダ、ベニヤミン、シマヤ、エレミアであった。また数人の祭司がラッパを持って従った。すなわちヨナタンの子、ゼカリア。ヨナタンはシマヤの子、シマヤはマッタニアの子、マッタニアはミカヤの子、ミカヤはザックルの子、ザックルはアサフの子である。またゼカリアの兄弟たち、シマヤ、アザリエル、ミラライ、ギラライ、マーイ、ネタンエル、ユダ、ハナニなどであって、神の人ダビデの楽器を持って従った。そして学者エズラは彼らの先に進んだ。彼らは泉の門を経てまっすぐに進み、城壁の上り口でダビデの町の階段から上り、ダビデの家の上を過ぎて東の方、水の門に至った。他の一組の感謝する者は左に進んだ。
私は民の仲間と共に彼らの後に従った。そして城壁の上を行き、炉の暴漏、mistake。そして城壁の上を行き、炉の暴漏の上を過ぎて、城壁の広いところに至り、エフライムの門の上を通り、古い門を過ぎ、魚の門及びハンネルの暴漏とハンメアの暴漏を過ぎて、羊の門に至り、コノエの門に立ち止まった。こうして二組の感謝する者は神の宮に入って立った。私もそこに立ち、司たちの仲間も私と共に立った。また祭司エリアキム、マーセア、ミニアミン、ミカヤ、エリオエナイ、ゼカリア、ハナニラはラッパを持ち、マーセア、シマヤ、エレアザル、ウジ、ヨハナン、マルキア、エラム、およびエゼルも共にいた。そして歌を歌う者たちは声高く歌った。エズラヒアはその監督であった。こうして彼らはその日、大いなる犠牲を捧げて喜んだ。神が彼らを大いに喜び、楽しませられたからである。女、子供までも喜んだ。それでエルサレムの喜びの声は遠くまで聞こえた。その日、蔵の諸々の部屋を司る人々を選び、捧げ物、初物、十分の一など、立法の定めるところの祭司及び、レビ人の分をまちまちの田畑に従って取り集めて、部屋に入れることを司らせた。これは祭司及びレビ人の使えるのを、ユダ人が喜んだからである。彼らはダビデ及びその子ソロモンの命令に従って、神の務め及び清めごとの務めをした。歌う歌う者及び門を守る者もそのように行った。昔、ダビデ及びアサフの日には、歌う歌う者の頭が一人いて、神に賛美と感謝を捧げることがあった。また、ゼルバベルの日、及びネヘミヤの日には、イスラエル人は皆、歌う歌う者と門を守る者に日々の分を与え、また、レビ人に物を性別して与え、レビ人はまたこれを性別してアロンの子孫に与えた。ネヘミヤ記第十三章。その日、モーセの書を読んで民に聞かせたが、その中にアンモン人及びモアブ人はいつまでも神の会に入ってはならないと記されているのを見出した。これは彼らがかつてパンと水を持ってイスラエルの人々を迎えず、かえってこれを呪わせるためにバラムを雇ったからである。しかし我々の神はその呪いを変えて祝福とされた。人々はこの律法を聞いたとき、混血の民をことごとくイスラエルから分け離した。これより先、我々の神の宮の部屋を司っていた祭司エリアシブは、トビアと縁組したので、トビアのために大きな部屋を備えた。その部屋は元、素材の者、入香、器者及び、規定によってレビ人、歌う歌う者及び、門を守る者たちに与える穀物、葡萄酒、油の十分の一、並びに祭司たちのための捧げ物を置いたところである。その当時、私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王、アルタシャスタの32年に王のところへ行ったが、しばらく経って王にいとまをこい、エルサレムに来てエリアシブがトビアのためにした悪事、すなわち彼のために神の宮の部屋に一つの部屋を備えたことを発見した。私は非常に怒り、トビアの家の器物をことごとくその部屋から投げ出し、命じてすべての部屋を清めさせ、そして神の宮の器物及び素材、入香などを再びそこに携え入れた。私はまたレビ人がその受くべき分を与えられていなかったことを知った。これがためにその務めをなすレビ人及び歌う歌う者たちは、おのおの自分の畑に逃げ帰った。それで私は司たちを責めていった。なぜ神の宮を捨てさせたのか。そしてレビ人を招き集めて、その持ち場に復帰させた。そこでユダの人々は皆、穀物、葡萄酒、油の十分の一を蔵に携えてきた。私は祭司シレミヤ、学者ザドク、およびレビ人ペダヤを蔵の司とし、またマッタニアの子、ザックルの子、ハナンをその助手として蔵を司らせた。彼らは忠実な者と思われたからである。
彼らの任務は兄弟たちに分配することであった。我が神よ、このことのために私を覚えてください。我が神の宮とその務めのために私が行った良き技を拭い去らないでください。その頃私は井田のうちで安息日に酒舟を踏む者、麦束を持ってきてロバに負わす者、また葡萄酒、葡萄、イチジクおよび様々の荷を安息日にエルサレムに運び入れる者を見たので、私は彼らが食物を売っていたその日に彼らを戒めた。そこに住んでいたツロの人々もまた、魚および様々な品物を持ってきて、安息日にユダの人々に売り、エルサレムで商売した。そこで私はユダの尊い人々を責めていった。あなた方はなぜこの悪事を行って安息日を汚すのか。あなた方の先祖もこのように行ったので、我々の神はこのすべての災いを我々とこの町に下されたではないか。ところがあなた方は安息日を汚して、さらに大いなる怒りをイスラエルの上に招くのである。そこで安息日の前にエルサレムの諸々の門が暗くなり始めたとき、私は命じてその扉を閉じさせ、安息日が終わるまでこれを開いてはならないと命じ、私のしもべ数人を門に置いて、安息日に荷を携え入れさせないようにした。これがために商人及び様々な品物を売る者どもは、一、二回エルサレムの外に宿った。私は彼らを戒めて言った。あなた方はなぜ城壁の前に宿るのか。もしあなた方が重ねてそのようなことをするならば、私はあなた方を処罰すると。その時以来彼らは安息日に来なかった。私はまたレビ人に命じてその身を清めさせ、来て門を守らせて安息日を聖別した。我が神よ、私のためにまたこのことを覚え、あなたの大いなる慈しみをもって私を憐れんでください。その頃また私はアシドド、アンモン、モアブの女をめとったユダヤ人を見た。彼らの子供の半分はアシドドの言葉を語って、ユダヤの言葉を語ることができず、おのおのその母親の出た民の言葉を語った。私は彼らを責め、また罵り、そのうちの数人を打ってその毛を抜き、神の名を指して誓わせていった。あなた方は彼らの息子に自分の娘を与えてはならない。またあなた方の息子、またあなた方自身のために彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンは、これらのことによって罪を犯したではないか。彼のような王は多くの国民のうちにもなく、神に愛せられたものである。神は彼をイスラエル全国の王とせられた。ところが違法の女たちは彼に罪を犯させた。それゆえあなた方が違法の女をめとり、このすべての大いなる悪を行って、我々の神に罪を犯すのを、我々は聞き流しにしておけようか。大祭司エリアシブの子、ヨイアダの一人の子は、ホロニビとサンバラテの婿であったので、私は彼を私のところから追い出した。我が神よ、彼らのことを覚えてください。彼らは祭司の職を汚し、また祭司及びレビ人の契約を汚しました。このように私は彼らを清めて、違法のものをことごとく捨てさせ、祭司及びレビ人の務めを定めて、おのおのその技に就かせた。また定められた時に、焚き木の供え物を捧げさせ、また初物を捧げさせた。我が神よ、私を覚え、私をお恵みください。